カノープス。それにデニム君、二人とも無事で。ミルディンさんこそご無事で何よりです。ウォーレンの具合は？まだ意識は戻っていません。しかし命に別状はないそうです。そうか。それは良かった。ランスロットとギルダスはまだ戻ってきてないのか？残念ながら消息は未だ不明です。バクラム軍の襲撃があったあの晩、別れたままなのです。あの晩、暗黒騎士に襲われた僕を助けてくれたのはギルダスさんなんです。僕がもっとしっかりしていたら。大丈夫。いずれ戻ってきますよ。自分を責める必要はありません。バイス君を追うそうですね。手がかりはあるのですか？いえ、ありません。ただ賞金首となったバイスが身を隠すところはそれほど多くないはずです。解放軍やガルガスタンの残党から身を隠すとなると地下へ潜るしかないな。そういえばライムを離れる際聞きました。新顔の暗黒騎士率いる小隊が派遣されたと。指揮官級の暗黒騎士で、何でもゲリラ掃討のためにハイムから呼ばれたとか。ゲリラ掃討のためのコマンドがライムに？そうか、バレリア解放戦線だ。奴らはボード砦を襲うつもりなんだ。もしバイスがそこにいるなら。バイス君の命が危ない。デニム、すぐに出発しよう。ミルディン、お前はどうする？もちろん一緒に行きますよ。デニム君、君は公爵殿下の命令とはいえバイス君を見殺しにするつもりはないのでしょう。よかった。さあ行きましょう。手こずらせたわね。さあハイムへ戻りましょう。神父か、彼らを全員殺したのか。恐ろしき異教徒の娘よ。終わったようね、オズ。引き上げるわよ。待ってくれ姉さん。ゲリラどもの親玉を捕らえたぜ。おい、連れてこい。ライムから連れてきたバクラム兵を皆殺しにしたほどの気の強い女だ。姉さんほどじゃないけどね。さあ殺しなさい。シェリー、無事か？ごめんなさい、おじさま。こんなことになってしまって。謝るには及ばない。迷惑をかけたのはこの私だ。もし父上に会うことがあったら、娘は立派に死んだと伝えてください。三文芝居はもういいかしら。さあ連れて行って。死ぬな、セリー。生きることだけ考えるんだ。私のことは気にするな。殺されはしないからな。
オズ、その女をどうするつもり？もちろん、総長への手土産さ。どうかしら。生け捕りにしろとは命令されていないわよ。それにその女、捕虜になるぐらいならきっと舌でも噛んで死ぬ方を選ぶわよ。姉さんの言う通りだ。そういう目をしていやがる。どうしたもんかな、姉さん。姉さんを頼りにしないの。そのくらいのこと自分で判断なさい。釣れないな、姉さんは。ならまずはビュイラ・ビュユーの魔人よ、不浄の勇気たちよ、かの足をつかみ闇へと突き落とさん、グラビティ。仕方ない子ね、趣味が悪いわよ。まあいいわ、先に行っているわよ。遅れないようにね。さあ、逃げれるもんなら逃げてみな。その足じゃ逃げるのも無理だろうけどな。他のアジトの場所と幹部の名前を白状するなら命だけは助けてやるぞ。くそ、間に合わなかったか。セリエさん、今助けに行く。チッ、ウォルスタ軍の連中か。やれやれ、仕事が増えちまったぜ。
あなたのお父上は生きている。父さんが生きている？どういうことなんです、セリエさん。暗黒騎士団から必ず助けなさい。お父上が全てを知っているから。セリエ姉さん！
ほう、お前はこの女の妹か。お前の目の前でなぶり殺しにしてやろう。なぜここへ戻ってきたんだシスティーナ。ここは危険だ。さっさと砦を離れるんだ。それにお前は我々とは関係ない。組織の一員ではないのだ。私に関わるな。バカなこと言わないで姉さん。私はあなたの命を救いに来たのよ。姉さんの命のことだけを言ってるんじゃない。姉さんはバレリアの未来のために必要なのよ。何をほざくか。バレリア解放戦線はもう終わりだ。俺たちが皆殺しにしたからな。この女が最後の生き残りってわけだ。組織がなくなったって行動はできる。生きてさえいれば世界を変えられる。
かなか手強い連中だな。烏合の衆というわけではなさそうだ。僕らの力を思い知ったのなら兵を引くがいい。無駄に命を落としたくはないだろう。対等に口を聞くか、下船の丸の分際で。これだからこの島の連中は嫌なんだ。こんな小さな島の覇権をめぐり争う貴様らなんぞ、さっさと死に絶えてしまえばいい。何？世界はもっと広いのだ。その広大さを知ればいかに自分が渺々たる存在であるか気づくというのに。その矮小さに気づかぬ貴様のような愚か者どもは一生この島で血みどろの争いを続ければいい。お前たちが来なければこんな戦乱は起きなかった。皆死ぬことはなかったんだ。それは違うな。我々を呼んだのは貴様たちだ。我々はこの島の混乱を鎮めるためにやってきた。この混沌に新たな秩序を導き出す我々こそが真の調停者なのだ。勝手なことばかりを。それがローディスの理屈なのか。貴様たち小さき者どもの意見を汲み取れと。笑わせるな。我がローディスは大国ぞ。王者たる我がローディスが貴様らクズどもを気にすると思うのか。滅びに急ぐ者など知る者か。死にたければ勝手にいね。他者を巻き込むな。
この暗黒騎士、さっきから聞いてれば勝手なことばかり言いやがって。その鉛、貴様はゼノビアの。そうか、ライムにいた連中の仲間、カノープスだな。祖国を追われたと喧伝しているらしいが、それは本当か？皆は信じているようだが、我々は違う。顔色が変わったぞ。図星だったようだな。てめえ、俺を怒らせたいのか？ギッタギタにしてやるぞ！頭の悪いセリフだな、カノプス。そんな直情的な男を演じていて楽しいのか？俺は貴様のことを知っている。ああ、よく知っているとも。なんだと？かつての戦いで親友と信念を計りにかけ、親友のために戦いを放棄したのが貴様だ。今のその言動は何のためだ？島のクズどもを欺くためなんだろう。邪悪なゼノビアの策略を知られぬために、貴様は直情的な男を演じているのだ。よく口の回る野郎だな。ローディスの騎士ってのはこんなにおしゃべりなのか？まあいいさ、その減らず口二度と聞けねえようにしてやるぜ。人生のかけらもないことを言うやからだな。たく、姉さんが聞いたら。
なんてことだ。この俺がこんなクズどもの手にかかり死ぬ羽目になるとは。失ってしまった。しかし私の戦いが終わったわけではない。デニー、お前の父親フランシー神父は生きている。宣告まで私たちが保護していたのだが。え、それは一体父さんはどこに。お前と入れ違いに暗黒騎士たちが連れて行ってしまった。どういうこと。神父一人のためにロスローリアンが動くなんて。連中の狙いは島の覇権ではない。デニムの父親フランシー・パウエル神父だ。どうして父さんが奴らに狙われなきゃならないんだ。詳しい理由はわからないが、連中はマナフロアを探しているらしい。それが人なのか物なのかは不明だ。だが連中はそれを血眼になって探している。そしてその手がかりを知る唯一の人物が。それが父さんなのか。この戦いの鍵はお前の父親が握っているのだ。一体どういうことなんだ。ゴリアテは父さんを捕まえるために。さあここを離れよう。連中が戻ってこないうちに。姉さんはどうするの。私はプランシー神父を助ける。無茶よ。たった一人でできるわけないじゃない。ねえ、そう思うでしょ。あ、うん、そうだよ。一緒にここを離れるべきだ。残念だけど虐殺を正当化する公爵の下では戦えない。それに私にはバレリア解放戦線のリーダーとして果たさなければならない責任がある。死んでいった仲間のためにも我々の理想のためだけに戦わなければ。姉さん、システィーナを任せたぞ。父さんは生きている。生きていたんだ。姉さんに知らせなきゃ。